マスキングテープは塗装をはじめとするシーリングやコーキングの際に塗装箇所以外を汚さない目的で使用される保護用の粘着テープ。マスキングは覆い隠すの意味で専門的には養生と呼ばれ、マスキングテープは養生資材に分類される。粘着力が弱く剥がしやすいため仮止めにも使われる。近年では様々な色や柄のマスキングテープが発売され、 装飾やラッピングなどに幅広く用いられるようになり、人気が高まっている。マスキングテープは、3M の従業員であったリチャード・ドリューによって、発明された。ドリューは、自動車塗装工たちが自動車に、糊や外科用の布テープで貼った、ブッチャーペーパーを剥がそうとするとき、自動車の塗装まで剥がされているのを見た。その剥奪した部分を再度塗り直すと、コストがかさむことを感じたドリューは、 粘着力の低いテープの必要性を痛感し、研究を始めた。試行錯誤を重ね、1925年にドリューはマスキングテープを世に送り出した。ただしこのマスキングテープには伸縮性がなかったため、後にクレープ紙を使った伸縮性のある商品に改良された。日本では、九百十八年に日清工業合主会社の吉川作次郎が紙版走行、 紙テープの実用新案を登録。1938年に日本粘着テープ工業株式会社が塗装用火薬包装用として和紙製のマスキングテープの製造を開始した。これ以降、世界で和紙製のマスキングテープが使われるようになった。以上のように、元来はもっぱら塗装現場や撮影現場などの専門職の人たちが作業箇所以外の部分を汚さないため、 あるいは、資材の識別のために用いるものであった。後にマスキングテープは可愛い柄の入ったものなどが売り出されるなど、雑貨として捉え直されることとなり、文房具愛好家の間に爆発的な人気が出るに至った。絵画の着彩用マスキングテープ材質、幅、色、柄は様々で、粘着力も商品によって異なり、使用用途によって使い分ける。機材は紙。 ビニール、粘着剤はゴム系、アクリル系のものが使われる。メーカーによって異なるが、一般に水色はシーリング用、白色は建物塗装用、黄色は溶剤と熱に強いことから自動車塗装用と色で区別されている。ホームセンター等で入手できるものは、機材は和紙で粘着力が弱く乗り、残りの少ないものが一般的。 養生テープの使用例養生用テープのうち、一般的なガムテープとほぼ同じ形状で、機材がポリエステルのものを特に養生テープと呼ぶ。手早く作業ができるように、ハサミなどを用いなくても繊維に沿って手で簡単に切ることができる。一時的に貼ることを前提としているため、ガムテープに比較して粘着力は弱く、剥がしても跡が残りにくい。また、剥がし忘れのないように色は、 ガムテープと比べて多く、緑や青、白などがある。養生の用途以外にも、剥がしやすい特性を活かして、台風などで窓ガラスが割れた時に破片が飛散するのを防ぐ、目的であらかじめ窓ガラスに貼るなど、災害対策にも用いられる。色付きのマスキングテープ、柄付きのマスキングテープ、装飾用のマスキングテープは特に、マステと略称されることもある。 本来の養生の目的から離れて手帳などの装飾から梱包、DIY まで幅広く用いられ人気を集めている。近年では様々な色、柄のマスキングテープが文具店や100円ショップなどで販売されており、文言が印刷された実用的なものから駅名標が印刷されたものまで用途も種類も広がりを見せている。機材は和紙が多いが布も用いられる。 など、ありがとうございます。